しもちゃん、はい、これずっと気になってたプニコンサッカーが今日配信になりましたよ。頭でっかちな人しかいないっすよ。しょうがないよ、ゲームだからね。おで、いつもやってる白猫のコロプラから配信されてるんですよ。おお、今日リリースで。今日リリースですよ、まさに。いち早く。まさに。何のまね。いや、わかんない。ちょっとなんか似てなかったからいいやと思って。触れなかった方がよかった。触れなかった方がよかった。今流してくれたけど、ちょっとスタートしてみますか。あれじゃないの、これ。誰もいないとか、そういう感じじゃない、わかんないけど。顔だけ妙にリアルな。そうですね。いや、もうこれもう今日初めて、初ですよ。はじめまして、J リーグ女子マネージャーの佐藤美希です。でもこれなんか車に映った人みたいだよね。車に映った？あのほら、車に映ると短足、頭でっかちになるの。わかりづらいかもしれない。ゲームをプレイするためのお手伝いをさせていただきます。名前ですか？名前はじゃあ…りょうちんちん。違う違う。いつも通り。これさ、ちょっと待って。一回切るね。あのさ、もしかして変換で変な文字が予測変換でやばいから、えじゃない、えじゃない、えじゃない、一回通れ。最低だよ。無事無事最低だよ。無事両アズナブル変換最低だったよ。あらら、変な文字が出てきちゃったのね。あだよ、あから始まる最低。あから、あはね、あれですよ。あれですよ。変換もう、はい、しじゃ同意してみます。おー、両技さん、素敵な名前だってよ。へえ。クラブの登録をしましょう。憧れのクラブ、プレイスタイルが確認できます。柏レイソル。それ君ね、君ね。俺はじゃあやっぱりね、清水エスパです。違います。ちょっと待ってくださいよ。フロンターレ。違います。やっぱりレッツでしょうね今。じゃあ大宮探そうと思ったんだけど、アルディージャ探そうと思ったんだね。いや、あのレッツのが好き。まあまあまあ、うん、選手は、お、選べるんだね。あれ、レイソルの玉誰だっけ。分かんない、今ね、分かんないんですよ俺。あんまりその J リーグが今どれがいいですか。今なんかクラブ選択になってるよ。あ、クラブ選択になってる。なんで。ちょっと待ってよ、レッツで決まりなんだから。あ、じゃあアントラーズ。え、超えたよ。超えたね。これはアントラーズ。それこれレッツね、うん、オッケー。じゃあ、え、これで決定ね多分。所属選手は決まりました。クラブ名レッツじゃないの。ああ、じゃあいいじゃん、ね、変更ね。あ、そういうことね。じゃあいいですよ。ちょっと待って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 、今越谷でいろんなの変なの出てきたから。待って、じゃあどうしようかな。じゃあ一回切ります。入れました。じゃあ越谷パペットマンで。パペットマン、パペットマン、センスを疑うような。いや、あれ、パペットマンってなんか操り人形みたいな意味でしょ。パペット、マペット、僕がね、これを操るっていう意味でね、越谷パペットマンで始めますよ。クラブマスコット、あ、まあ、はい、クラブ登録、これでもう変えられませんからね、一回登録したら。はいはい。あ、失敗したね。シャーカリンすればよかった。あー、変えられるじゃん、名前は。あ、名前は変えられるよね、うん、シャーカリンします。お、プニコの使い方を説明します。まあ、この辺は白猫と変わんないから。うん、うん、でね、どこでも反応するんだね。これはバトルガールハイスクールと変わんないから。
俺が操作するわけね。お、トレーニング。スライドで。お。キック、フリックでボールをキック。あ、違う違う違う。え？あ、そういうことね。矢印が表示されます。はい。行きます。え？おお。強フリック。ちょっと弱くやってみる。あ、そういうことね。あ、面白いじゃん。キックの練習はこれぐらいにして、シュート練習ですよ。入りましたよ。フリック操作でシュートが可能です。シュートエリアの範囲は選手の能力で変化します。おー、いきます。入りましたよ。おー、ダメなんだ今ね。枠外そうとしたんだけどね。ダメだった。まあチュートリアルですから。まだ行くんすか。ジャックフリックでシュートじゃない？あ、ジャックフリック？ごめん、見てない。わかんない。アクションスキルです。凄技が出せます。オーラが表示されます。すると、アクションスキルが出せます。ドリブルスキルを練習してみましょう。近寄ると発動できる？何もしなくていいの？近寄るだけ？おお。あ、ここでフリックシュートね。おお。でもこれ実戦でやったらちょっと難しそうだね。なるほど。なるほど。試合に行きましょう。翔ちゃんどうこれ？まあサッカーは好きだね。好き。うん。だからクラブ入ってたし。あ、そう。うん。ちょっと面白いんじゃないこれ。あの翔ちゃんのあのベルカンプ並みのこう胸トラップからの、もうオーバーヘッドだよ。もう相手を抜いてやってくださいよ。まあ始めましょうよ一緒に。あ、ほら、すごいよ。いっぱいなんか翔ちゃんみたいなのがいっぱいいるよ。どれだよ。短足が。何気に翔ちゃんかっこいいからね。どうも。どうも。さあ。練習試合ですね。常に画面の奥側が相手チームなんだ。味方にフリックしてボールを渡し試合を開始しましょう。へい。え？試合中のカメラは左下のボタンをタップして、あー、うわ難しいな。左サイドとか見るときはじゃああれだ。左いない、誰もいない。スローインから再開。お、ドリブルしちゃいますよ僕。こっから上げますよ。実況いいね。上げます。あ、むずい。シュートになっちゃった。あ、むずいな。何気にもっと横だ。自分で選手の操作も可能で、操作したい相手をタップすると操作が切り替わります。あ、そういうことね。これは読んでいた。お、いいねいいねいいね。これはまあ持っていくよ、持っていけよ、ほら。あ、オフサイドラインはちゃんと出るね。あ、出るんだね。抜いたよ。イエーイ。リプレイ。ウェイ。あ、いいね。意外と。パスしてみようね。試合時間は長いね。パス回してみようね。あ、バカ、強い。あ、コーナーです。ゴールキック。あ、ゴールキック。ええ。うい、うい。バカ。ええ。ちょっと前、こいつ。よし。あ、バカ。あ、でも繋がった。まあ今はね。右へ。右へ。もっと右へ。あ、バカ。弱振りむずい。本当にちょっと触るぐらいなんだね、弱振り。ここで前半終了を追い詰める。あ、30? おー、ちょっとね、
拙い操作ですいませんね、本当に。こっからタップしたらどうなるの？あ、何もなんないよね。うん。あ、よっしゃー、裏へ、あ、よし。お、パスパスパス。オッケー、こっから上げるよ。こっちか？シュート、シュート。シュート。お、うまい、キーパーうまい。なかなか。よし、後ろへ戻して。持っていく。こっからシュート打っちゃうよ。あー、オンゴールオンゴールです。弱いな、お、スライディングできた今。難易度最高にしなきゃダメだよ。あ、でもこれあれだね、スタミナがさ、スタミナ、あー、ダメだ。おーい、持ってくぜ持ってくぜ、ヘイシュー、コーナーです、コーナーキックです。ここでコーナーキックを得た。シュート、なんでダイレクトシュート、ボレー。おー、これちょっと強い選手使ってみたいね。ほらスライディング、どうしようかな、こう、あ、ちょっといろいろやってみたかったけどね。えい、まあ、チュートリアルですから、チュートリアルですから。さあ、コロプラさんはどんな星6をくれるのかな、最初に。あ、そっか、一体プレゼントないのかな。どうなんだろうね、わかんない。でもガチャ券はもらえるよね。ガチャあるのかな。あるでしょ、そりゃ。星4、お、ここでご褒美です。ガチャを引いて新しい選手をゲット。ガチャを回すには J ダイヤが必要なんですが、今回は特別に J ダイヤを差し上げます。じゃあ何しようかな。ピクシー出るから、ピクシー。やっぱり25個なんだね。引きます。5個とかじゃなくてね、コロプラの、ね。お、でも金になったよ。確定演出とかあるのかな、これ。星3じゃん。星3じゃん。いや、いいですよ、僕ね、スタメンをタップ。でもね、データダウンロード早いね。Wi-Fi 環境じゃないのに。うん。うん。軽いんじゃない？お。編成。入れ替え枠まで。これ抜けちゃうってことじゃないの？あ、これね。あ、そういう風にやるのね。ふーん。オッケー。これで大まかな節電終わり。どうすか、しょうちゃん。見てて。お、突然ですが。なんか篠田麻里子に似てんな。あ、似てんね。合格だ。おお。はい。ひなって言います。カノンと申します。ナオと申します。こちらがパペットマン。君とか言われてる。おー、カウルコーチ。おお。いや、これね、もうね、ずっとね、気になってたんですよ、うん、リリースされるの。はいはい。うん。山形遠征ですか。何これ。お、ジュエルゲット、ログインボーナスだね。
こっからまあ普通にやれると。そうだね、これでチュートリアルは終わりね。まあ、メニューでね、メニューだね、7あるね。なんだ決勝って。決勝なんかあれかな、ルーンみたいなもんなのかな。あーぽいぽいよね。ぽい、まあ白猫やってる人しかわかんないんだろうけど、まあルーンみたいなもんですよ。まあまあ白猫だもんね白猫大好きですから僕。ちゅうかさ、まあ今日この辺にしときますか、チュートリアルで。どうします、もうちょいやってみます。これはあれじゃない、ストーリー的な。ほら山形に来たよ。あ、でもあれか、ストーリーで溜めていくんじゃない、溜めていくのか多分ね。それでマルチとかでみんなで対戦だ。うんうん、まあ、今日リリースってことはみんな同じだから。そうだね、うん、腕の差だね。難しいんだよ結構、あの弱フリックしようと思うとね、強フリックになっちゃう。真の日本一のチームが決まる。これスキップしたら多分ジュエルもらえるねちょっとスキップしちゃいます、後で見ます。ストーリークリア1個だよね多分。でもうん、最初20とかもらえないのかな。1個だね、一緒だな白猫と。まあいっか、これでとりあえずちょっと頑張ってみますよ。頑張ってください。はい、じゃあしょうちゃんも始めんだよねしょうちゃん始めんだよねなになになに、まあまあまあね、まあね、うん、じゃあとりあえず今度は二人の対戦をお見せいたしますっていうことね。了解じゃあ今日のうちちょっとチュートリアルをじゃあ頑張っといてください。わかりました。はい、でちなみにあのしょうちゃんのセブンナイツ動画もあの待ってますから。わかりました、楽しみ。はい、じゃあまた、はい、さよなら。さよなら、お疲れ様です。